焼津の魚屋で見せてもらった前田が生み出した技、脱水締め。シェフのジョーがタイで試した。すごいな。前田と同じように死んだはずの魚が動いた。筋肉が動くことによって腐敗の原因となる水分も出てきた。その夜、焼津の研修に参加したタイのシェフたちが集まった。そこで神経締め、脱水締めをした魚を使った料理が振る舞われた。前から引き締めとかに興味があったんですけど、やっぱり研修してしっかり学んで、そのマスターの方から学んできて、新しい技術とか脱水締めとかもしっかり学んできたので、やっぱり見た目も違いますし味も違いますね。やっぱり脱水締めしたハタはそのまま刺身にして味わってもらった。อร่อยมากครับปลาไม่มีความคาวเลยแล้วก็ได้ความแบบความหวานความสดชื่นของใช่ก็อยู่ที่เชฟแหละจริงๆก็เข้าใจกับเทคนิคมันก็มีส่วนช่วยเยอะถ้าสมมติว่าเพราะนั้นเชฟก็คือต้องเก่งด้านนี้แต่โอเคว่าการได้ก็ต้องไปเรียนรู้เทคนิคก็ยังยิ่งทำให้ปลามันเล็กมากขึ้นไทยに帰国後、より魚と真剣に向き合っているシェフのジョー。前田が一番伝えたかったことももちろん実践していた。それはタイでもよく目にする干物。道端や市場の至る所で干していた。タイの干物は魚を塩水につけることはあまり見かけない。直接塩を振って干すのが主流だ。これはアジ。アジを使ってサッセイ伝統の干物を作った。มันต้องมีความกลมกล่อมมันจะมีความเค็มโดดเลยไม่ได้ซัสเอで代々伝わる作り方をタイ風にアレンジしていた。塩水の作り方は前田に教わった通り、しっかり魚が浮いてきた。イワシの干物は醤油につけたが、前田はこんなアドバイスをしていた。ナンプラーでこのイワシ作ったらどう？できるだけね、タイの人にも地元のもので地元の人に伝える。我々も同じです。タイに行かないとナンプラーで漬けた干物は食べられないってことになるんで、タイにわざわざ食べに行くってことになるんですよ。前田のアドバイス通り、タイの魚醤をナンプラーにつけた。仕上げにごまを振るサスエの伝統に倣って、煎ったお米カオクアを振りかけた。本来なら天日干しをしたいところだが、この時期のタイはあいにくの雨季。スコールに見舞われる時が多いため、タイの気候に合わせた35度のオーブンで乾かした。やっぱりタイの干物と全く違いますね。サスエ伝統の作り方でどんな干物が完成したのか。ああ、塩分濃度高いよね。その様子を見た前田が、まああれなんですけど、ちょっとすみません。